今回は G ストリングスの3フレットまでの音をクイズ形式で覚えていきたいと思います。はい、どうもです。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。ですね、今回もですね、昨日に引き続き、3フレットまでの音を覚えていこうという回になります。でね、で今回は、その中でも一番細い弦、G ストリングスですね、開放弦が G の音の、1フレット2フレット3フレットまでの音を覚えていこうと思います。で、どんな風な感じで覚えていくのかと言いますと、開放弦の時にもやったような感じで音当てクイズという風な感じでやっていきたいなと思っております。で、まあ音当てクイズってまあ実際どうなのかというと、まあ3フレットまでの音があるんですけど、まあ今回ね、ちょっといろいろ音が重複するとこがあると思うんですね。ちょっともう一回だけこの間の譜面見てもらいましょう。はい。ハーフポジションっていうのが出てきましたけど、例えば見てもらいたいのが、G ストリングス。あ、今回 G ストリングスですね。G ストリングスの、1フレットっていうのは G シャープであり、A フラットであるので、これどっちも出てきます。なので、例えば、まあ、G シャープの記号が出て、記号が出てきたら、まあ、G シャープと言ってもらって、もちろん1フレットの音を弾いてもらうと。で、次、A フラットの音、まあ、右の方ですね、が出てきたら、その時は A フラットと言ってあげて、1フレットの音、同じ音ですね、弾いてあげるというような感じでしてください。で、これをですね、決して G シャープが出てる時に G シャープ、A フラットって2つの音は言えなくても大丈夫です。ただ最終的に開放弦と同じように1フレットのここの音なんですかっていうふうに、聞いた時にですよ、その時には両方と G シャープと A フラットと言えれるようにする。まあ、指板のどこに何の音があるか聞かれた時は2つ言えるようにしてもらいたいんですけど、譜面を読んでいく時っていうのは G シャープなら G シャープの音だけ、 A フラットなら A フラットの音だけを言ってもらえれば大丈夫です。まあそんなこんなでね、やっていこうと思うんですけど、まあ一番最初はちょっとゆっくりめ、スパンを空けながら話をしています。そして、ちょっとインターバルを挟んで、ちょっとだけ短くして話をします。一応10問ずつ出す予定です。そして最後の最後には、ものすごく、まあちょっと早めにやって、全部で20問やるんですけど、途中からなおスピードアップするという風な、流れにしたいなと思います。なので全部で今回は40問出ます。なので、まあ、それでね、結構覚えられると思うんですけど、これもし、まだ怪しいなーっていう人がいたら、こう、問題出てきたらね、ピッと止めてあげて、それでね、なんかこう、あ、そうそうそう、譜面を見ていただければいいと。で、今回は、上に答え出さないです。前の、ここに出てたね、ハーフポジションっていうのは、出さないです。なので、まあ、そのハーフポジションっていうのをしっかりと覚えてもらって、で、まあクイズをやってもらうっていうのがいいかなと思うんですけど、もう一つはちょっとね、僭越ながら申し訳ないんですけど、まあこの作った譜面ですね、ハーフポジションっていうのとか、明日やるような、実際を譜面を弾いていくもの、はたまた、開放弦の時にね、出てきた使った譜面だったりとか、図であったりとかっていうのを全部ねまとめて、ノートっていうので販売しています。下のところにリンク先を貼っとくので、ノートから、申し訳ないんですけど200円だけお願いします。払っていただいたらね、手数料もかかるんでね、入ってくるのがもうね、100円とかだとほとんどないんですよね。なんでまあちょっとね、200円にさせてもらいました。まあコーヒーいっぱい、安いとこでいっぱい、まあセブンイレブンとかだと2杯買えるのかな。まあそんな料金になってますのでね。で、一応開放弦シリーズと今回の、音を覚えるシリーズの4回は、その譜面で全部カバーできるようになってますので、まあ実際にね、その譜面買ってもらって、多分 PDF とかでこう印刷できると思うので、まあ印刷してそれを取り出してもらうなり、そのデータを見て他のタブレットなり、タブレットで動画を見ながら、携帯でそれを出してもらうなりして、まあこのように確認してもらうと。こういうふうな感じで確認してもらうっていうのも、いいんじゃないかなと思います。ただ、後半の方はね、結構テンポが早いので、まあ、多分確認してる暇はもうなくなっていくと思うので、まあ、覚えていくというような感じで、何回も繰り返してやってあげてください。で、どうしても間に合わないなっていう人は、その都度一時停止してもらって全然大丈夫なので、そんな感じで、行ってみたいなと思います。どうぞ！ベース、ベース、ベース。
はい、じゃあ行ってみようかと思うんですけど、今回は3フレットまでの音ということで、その中でも G ストリングスの音だけをやってみようと思います。ここですね、ここだけやってみますね。で、何をするかというと、これ開放弦の時に、音当てクイズみたいなんでやった練習方法と全く一緒です。まずですね、その各々の音が単体でポンと1個出てきますので、そしたらその音を、音名を答えて、そしてその音を弾いてください。で、僕もその少し後に、音名を言って答えを言って、そのままボーンと弾くようにします。で、その音が合っているのかな、それから僕もボーンと音を鳴らすので、その音が合っているかなっていうのを確認しながらやっていってあげてください。で、最初はちょっとスパンを空けながらやっていきます。そして、少しずつそれを間隔を短くしていって、最後はすごく早い間隔にしていくというふうな感じで、やっていきたいなと思います。じゃあ行ってみましょう。行きます。A の音です。B フラットの音です。 G シャープの音です。 A の音です。G の音です。 G シャープの音です。 A シャープの音です。 A フラットです。G です。A の音になります。はい、どうだったでしょうかね。まあそんなに難しくはないかなと。じゃあ少しテンポを上げていきたいなと思います。ではどうぞ。B フラットの音です。A シャープです。 G の音になります。 B フラットの音です。 A の音になります。 G シャープの音です。A フラットの音になります。 B フラットの音です。 A の音になります。 G シャープの音になります。 Bass。はいはいはい、どうだったですかね。まあちょっと早くなってきましたね。じゃあですね、ちょっと問題数を増やして、もうちょっと早くやっていこうかなと。で、最後の方残り少しは、めちゃめちゃ高速で、めちゃめちゃ高速ってこともないですけどね、やってみようかなと思います。どうぞ。 G の音になります。A シャープの音になります。B フラットの音になります。A の音になります。G シャープの音になります。A フラットの音になります。A シャープの音になります。
G の音になります。A の音になります。B フラットの音になります。A フラットの音になります。G シャープの音になります。B フラットの音になります。A の音になります。A フラットの音になります。G の音になります。B フラットの音になります。A シャープの音になります。G シャープの音になります。A の音になります。はい、どうもです。お疲れ様でした。どうだったでしょうかね。意外とね、今回はサクサクサクっていう感じでね、淡白に進んでったと思うんですけども、まあね、これもね、3つの音を覚えていくというだけなので、開放弦の時にやったぐらいの、まあ、難易度だと思います。なので、まあちょっとね、何回もやってあげたらすぐ覚わると思うので、またね、怪しいなと思う人はこうトントントンって戻ってあげて、何回も何回もクイズしてあげてください。それからですね、明日はですね、開放弦と同じ時のような感じでクイズが今日で終わりなので、明日はですね、実際その譜面を使って弾いていこうと思います。それも3問あります。3問あって、おのおのテンポで80、90、100でやっておりますので、それを実際やってあげてください。まあ、それでほぼ G ストリングスの3フレットまでの音は覚えられるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そんなこんなでね、今日もありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。